チャー陣がみんなとても頑張っているので、まあ、その、まあ、力になれればと思います。ドラフト2回そのポスター選手のダボーで3連勝です。いかがでしょうか。I mean, I feel really good. We've been playing really good. We have a couple of bad games on the road last week, but the most important is how we are playing now, so we want to keep going. そうですね、まあ、チームの状態はとてもいいですね。先週ちょっと負けが重なってしまったんですけど、今の状態はいいと思います。開き直って今連勝を伸ばしたいと思います。先制タイムリー、オスナ選手ありがとうございました。ありがとうございます。そして勝利投手高橋健二投手です。6回を投げて87球、打たれたヒットが3本、そしてこのピッチングを迎えていただくと、はい、昨日中村さんが前回不甲斐ないピッチングをして、情けなかったと、今日も、中村さんに怒られないように頑張ってなりました。昨日の美味しそうしてもそうですけれども、まあ、WBC コンビですよね。中村もリードっていうのは発動でいかがでした。いや本当にあのサインはいつも一致して、すごい投げやすくて、今日も野手の方に決意を4つですから、取ってもらってすごい、いいリズムになりました。はい、高橋投手、前回のマウンドはまだ中8日空いての今日のマウンドですが、どんな思いだったんですか。そうですね、しっかりあの体の調整もできましたし、8日空いたというか、昨日も、中継ぎの方が、みんな投げてたので、なんとか長いイニング投げようと思ってマウンドを出しました。高橋投手が6回まで無失点で流れを作って、石山さん、清水さん、田口さんとまたシャットアウト勝ち、これでヤクルト17試合で6回目の完封勝利なんですけれども、今の投手陣どうですか。あの中にいてどんな気持ちでしょう。はい、田口キャプテンを本当にいいチームワークで、ピッチャー陣頑張ってると思うので、僕もその流れに乗って、今日投げられるのが良かったです。投手はこれで2勝目を挙げました。今シーズン何勝まで勝ち越しさせてくれますか。はい、今日は勝ち越しかけたなというのは思っているので、はい、一戦一戦本当に、頑張って投げたいなと思っております。中村さんの話もありましたけれども、高橋さんにとって WBC 侍ジャパンで世界一を経験したというのは今シーズンのマウンドにどんな形で生かしているんでしょう。いや本当に前々回も言ったと思うんですが、勝っていいなって思ったので、また、スワローズとか、リーグ3連覇と日本一奪還に向けて、やっているので、それを目指してまた頑張りたいなと思います。はい、ちょっと今雨が落ちてきましたけれども、日本の雨の中でも拍手を送ってくれている、ここにノーランドランに、じゃあ、大下選手の代表して、当初は一緒に勝利の感動を1本締めで締めていきますよ。さあ、全てのスワローズファンの皆さん、準備はいいですか。いきますよ、勝利の感動1本締め、お手を拝借。よー、ありがとうございました。おっと、ポケットからレプリカボールを出してきましたね。サイドのレプリカボール。